世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターのミナです。動物や人間が生きていく上で外部からの情報を感じ取るために働く五感、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚の5つですが、これらは意外と頻繁に錯覚を起こすということをご存知ですか？錯覚とは、実際の物事とは異なることを本当であるかのように感じてしまう現象で、中でも目で見たものが事実とは違うように見えてしまう視覚における現象を専門用語で錯視と言います。日常的なところで言えば、例えば地平線にある月が頭上にある時よりも大きく見えたり、坂道を正面から見た時に下り坂が上り坂に見えたり、または上り坂が下り坂に見えたり、もっと身近な例を挙げると、着る服によって太って見えたり痩せて見えたりするのも錯視によるもので、現代は詐欺メイクと称される美しい女性たちの魔法のようなメイク術にも実はたくさんの錯視効果が取り入れられています。今回はそんな面白くも不思議な錯視の世界について、日本の教授が制作した世界が驚く魔術の話題と、それに対する海外の人々の反応をご紹介していきます。この動画では今まで知らなかったことや参考になる情報をたくさん盛り込んでいますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押していただき、動画を楽しんでいってください。それでは行きましょう。世界中の斬新なイリュージョンを国際的な審査員たちが評価する錯視コンテスト、ベストイリュージョンオブザイヤーコンテスト2015にて2位に入賞した日本の錯視イリュージョンが、以前ネット上で大きな話題になっていました。その作品は明治大学の杉原幸吉教授が制作した作品、変身するガレージ屋根。まずはその映像をご覧ください。正面から見た屋根は丸みを帯びていますが、鏡に映った後ろ姿はジグザグな屋根になっており、実物と鏡に映った姿が異なるというホラー映画にでもありそうな、一瞬我が目を疑ってしまう光景。しかし動画上で種明かしされている通り、これは鏡に何かしらの細工が施されているわけでも加工された映像でもなく、屋根の本当の姿は丸みもなく M 字型でもない歪な形で、見る角度によって見え方が異なるよう作られた錯視作品です。人間の脳は屋根の端、つまり解説画面で言うと赤線部分の中心から垂直に伸びる平らな切り口になっていると理解したがるため、事実とは違った姿に見えるそうです。この変身するガレージ屋根は他の入賞作品と比べても特に難解な作品になっており、海外からは多くの驚きの声が寄せられていましたので、一緒に見ていきましょう。海外の反応。何？どういうこと？鏡にトリックが仕掛けられてるの？未だにわからないんだけど。鏡は何の変哲もない普通のものさ。解説をしっかり見たか？もう一度よく見てみろよ。俺のように何が現実だかわからなくなるから。これが理解できなくてトイレで大声を出したら妻に怒鳴られた。ご愁傷様。君の妻にもこのトリックを見せてあげればきっと叫びたい気持ちを理解してもらえるさ。これは一体何の魔術？これを開発した人、火あぶりの刑にされるんじゃ。考えると頭が痛くなってくる。もはやこれを理解することを諦めて、こういうものだと思って先に進もう。理屈は分かったし、頭でも理解した。でも何度見ても混乱したままなんだ。僕も諦めて君と一緒に先に進むよ。俺みたいに深く考えず楽しめばいいのさ。難しく考えないで感じるんだ。
ああ、なるほど。そういうことか。ただの目の錯覚なんだね。実際にはおもちゃの車だね。しっかりしろ。車がおもちゃだろうが本物だろうが、むしろ車だろうが何だろうが関係ないぞ。こういうものを見ると自分の目の信用性のなさを痛感するよね。自分自身の一部なのに本当に不思議だ。そうね、人間の目なんていい加減なんだって私も実感したわ。これが本当に現実なのかそうじゃないのかわからなくなっちゃう。この車のイリュージョンについて信じられないことが2つほどある。まず1つは、みんなが言うようにいくら解説を見てもそれを信じることができない。鏡に映ったものは本当に同じものなのか。あと1つ信じられないのは、これがコンテストの1位ではないということだ。以上が海外の人々の反応でした。実はこの教授、立体物による錯覚を40年以上研究していて、過去行われてきた同コンテストで幾度となく入賞を果たし、2010年、2013年、2018年、2020年には優勝した経験を持つ同コンテスト常連中の常連。作詞といえば二次元の世界で表現される作品が主流だった中、立体的な三次元での表現を生み出し、世界中の人々を驚かせた存在なのです。世界的にも日本の奇術師杉原幸吉と呼ばれて、各方面で人気を博している彼が生み出す不思議な世界を全てご紹介したいところですが、非常にたくさんの作品があってとても時間が足りませんので、世界的に話題になっていたもう一つだけご紹介しましょう。こちらは2016年、同コンテストで2位に入賞した作品で、四角と丸と題された立体。現実は円柱に見えている立体が、鏡に映ると角柱に変化しますが、先ほどの屋根と同じく、実際の形は複雑に歪んでいて、ある特定の角度から見た時のみ、角柱や円柱に見えるよう作られています。この模型は、変身立体として世界的に大きな注目を集め、海外の人々からはたくさんの驚きの声が上がっていましたので、こちらの反応もご紹介していきましょう。時空を歪めてはいけない。神の領域に踏み込んじゃいけないよ。こんなことが現実にできるのか、それとも俺たちの目が現実じゃないのか。現実だよ。とっても面白いトリックだよね。鏡に細工がしてあるの？この鏡に私を映したら痩せて見えるってこと？俺は緑色が鍵だと思うな。あの色のせいで何か錯覚が引き起こされているんじゃないか？ただの鏡だと思っている人たちが信じられない。鏡に見せかけている中の男の手が手前の人と同期していないのがわかるだろう。これは鏡じゃなくて窓なんだろうね。手の動きを比べたら若干のラグが感じられる。窓っていうか、別のアングルで撮った2つの動画を合成したんじゃないのか。手の触れや動きが違うから楽にわかるぞ。全く同じことを考えた。オリジナルの動画を映しながら手前で動きを真似てるように見えるな。動きが違うって？それは完全に君の気のせいだよ。動きは完璧にシンクロしてる。細工なんかしていない。ただの鏡だ。これは四角でも丸でもなくて、実際は変な形をした物体なんだよ。あのアングルと鏡に映ったアングルの時にああいう形に見えるよう計算されて作られているんだよ。その通り。回転させてる時にその形が一瞬だけ見えるよね。上縁が曲がった形状をしているから、ある方向から見ると円になって、反対側から見ると四角になるんだ。一体何を言ってるんだ？脳が混乱する。
痛い、溶ける、誰か助けてくれ。僕は何か別の仕掛けがあると思う。実際にこの目でちゃんと見てみたい。実際に見ても同じさ。お前の目はお前を騙す。自分の目を信じるな。鏡が曲がってるとかかな。それか魔術？魔術に一票。多分魔法で鏡を曲面にしたんだろう。そうさ、簡単だよ。カエルの足を2本、サーペントの牙、そしてコウモリの羽を鍋に入れて1時間煮るんだ。それを鏡にかけたら出来上がり。物体の形状と視点を使ったトリックだね。シンプルだけど素晴らしい。頼むからちゃんと説明してくれよ。脳みそが茹で上がって溶け出てきそうだ。物体の上の部分が平らじゃなく角度がついていて、見下ろすと違う形に見えるようになってる。固定されたこのカメラのアングルからだと、鏡に映ったものより実際のものの方が急な角度で見えるのがポイントだね。映像を停止してみるといいよ。これはとてもクールなイリュージョンだけど、カメラと鏡がちょうどいい角度に固定されている時だけ機能するものだね。説明をありがとう。これでやっと眠れるよ。頭を使いすぎたから3日ほど俺に休息をくれ。あの立体がどんな形なのかは理解したよ。でもだからってなんであのように見えるのかわからないよ。どうやって開発したのか杉原のノートを見てみたいな。杉原幸吉さんはすごすぎる。ちょっとした細工でとても不思議なものを生み出すんだ。世界一の奇術師だよ。つまり我らが太陽は四角だったってこと？以上が海外の人々の反応でした。冷静に解説しているコメントもありますが、混乱のあまり鏡の中に違う現実を見出したり、魔法としか考えられないと嘆く声も多くありましたね。錯視が起こる原因は、網膜に映る画像には奥行きの情報がなく、脳で奥行きを作らなければならないのですが、そこで脳がありそうな形を思い浮かべて勝手に奥行きを作り出してしまうためなんだとか。しかし、なぜ錯視のような現象が起こってしまうのか。その仕組みを解明しようという試みは古代ギリシャの頃から行われているそうですが、未だに解明されていないことがたくさんあるようです。画像や動画で見ると面白く感じる錯視ですが、その背景にあるのは普遍的な脳機能であり、さまざまな事故の原因にもなっているんだとか。目で物を見ることの危うさを明らかにするため、杉原教授の研究は日々続けられています。今回ご紹介しきれなかった数々の錯視作品のほか、コンテストの入賞作品には多くの日本人が名を連ねていますので、興味のある方はぜひご覧になってくださいね。脳の勘違いは日常で起きているってことは、私たちが見ている景色は実は全く違う世界なのかも。深く考えない方が良さそうです。最後までご視聴ありがとうございました。